朝からずっと追い風でした。競争水面、その追い風後半になるにつれ少しずつ強まって、そして今は6メーターから7メーターほどです。気温は16度を示しています。ただいまから準優勝戦の2つ目第11レース、なおこのレースは5号艇の小田武史選手、前半レースで負傷したためこの第11レースは欠場です。メンバーは1号艇静岡茂野聡、2号艇広島別府正樹、3号艇兵庫安田雅彦、4号艇山口恵比寿本聡、6号艇群馬田中健、以上のメンバーです。1号艇の茂野聡、唐津でこんなモーターをいいモーターを引いたのは初めてという43号機、納得のパワーです。2コースが2号艇の別府正樹、55号機は調整が合えばバランスが取れていいと言います。3コースは3号艇の安田雅彦、こちらも行き足そしてレース足、全体的に上位のパワーです。今日の前半逃げて4勝目、引っ張って4号艇の恵比寿本、伸びを中心にパワー上々です。今日の前半は2コースから差しが決まりました。5コースが6号艇の田中健、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、6番です。スタートしました第11レース、4号艇の恵比寿本が好スタート、インは1号艇の茂野です。一周1マーク、1号艇の茂野がまず回って4号艇の恵比寿本はまくり出す、その懐くるっと2号艇の別府が運んできまして、さらに6号艇の田中健の差しですが、先頭は1号艇の茂野が逃げています。スタートは前提正常でした。押し切った1号艇の茂野、そして2番手が2番、4番、6番が競ります。1周リマーク、1号艇の茂野、そして2番手、2号艇の別府が握って回る。6号艇は波に沈んで4号艇の恵比寿本が刺す。2番手争いは広がって2号艇、4号艇の接戦です。インコースは届いてくる4号艇の恵比寿本、アウトは2号艇の別府正樹。レースは2周目に入っています。2周1マーク、先頭1号艇の茂野、そして2番手は4号艇の外、まくっていった2号艇の別府、これでまくりきるか。2号艇の別府がまくって2番手、少し前に出てきました。また伸び返していくのが4号艇の恵比寿本、目下の体型は1、2、4。2周リマーク、1号艇の茂野、そして2番手は4号艇の恵比寿本が先に回る。今度は差しに転じて2号艇の別府、差し切りました。単独の2番手です。3番手は4停止遅れ、4号艇の恵比寿本、上位の体型は1、2、4となりました。レースは最終周回、後方は6号艇の田中健、最後方は3号艇の安田雅彦、最後のバック1号艇の茂野聡、パワーよく逃げていきました。そして2番手争いをさばいたのが2号艇の別府、3番手が4号艇の恵比寿本、1、2、4です。この組み合わせ3連単のオッズは 6.2 倍を示しています。候補は6号艇の田中健、最候補に3号艇の安田雅彦、ラストターンマーク1号艇、2号艇、4号艇と折り返し、第11レースまもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。